まず結論を否定して、ね、ルート2が無理数でないというふうにして仮定して、であとは A 分の B って形を、ね、作って、あとは式変形ね、この流れちゃんと自分でできるように復習しようね。この正の整数って言った場合、それぞれを引く1引く1引く1として文字で置けば、これが0以上となって仕切りの問題に戻れるんだよと、ほら帰着させると、これね、これがポイントなわけ。 OK、 これで正解なんだよね。実は高校の数学でのテストってこういった答えだけではなくて、途中式これを問われるような問題もこれからは出てくるのよ。だからそこのところはきちんと書けるように、そんな記述の仕方も練習しながらこの後やってみましょう。さまざまな項目が準不動で出てきます、ね、要は 2V の勉強してる時に 2V ばっかりね、で問題で出てきて、みんなが 2V ばっかり選ぶとか VNG ばっかり選ぶとか、そうすると実力つかないんで、そうじゃなくていろんな項目が混じってますから、さあ何が出るか分かりません、まあ、順動詞の何かが出るんですけどね、はい、まあ、よく考えて今回は何使うのかなとか、まあ、考えながら解いてほしいなと思います。さあ盛りだくさんですけどね、やればやるほど力がつくんじゃないかと思いますので、どんどん数をこなしていきましょう。失敗する子のね特徴ってね、この辺だけ見てる子って多いんだよね。やっぱ入試問題ってこう全体を見て、その文脈をね、このたとえ短い文でも取らなきゃダメだからね。だからアンティアダシリティサイレスタンド、こういうとこもちゃんと読みましょう。いよいよ大げさですけどやってまいりましたね。ここめちゃくちゃ大事なんでね、文系って言ってね、まあ、簡単に言うとね、単語の並びのそのルールなんだよね。Key sentences. 1. He gave her a book. He gave her a book.さあどんどん行ってみよう。はい、今度は未来完了についてトレーニングをしていこう。はい、じゃあレッツトライの3番ね。はい、じゃあ行ってみましょう。準備はいいかな。では Ready Go。 今回はこんな相談が来てるわ。もう全部がこの場でできちゃうんで、もう最高に効率いいから、そうすることによって余った時間で部活やったりね、学園生活を大いに楽しんでください。なるほどわん。ポイントはこの3つだわ。